ドライビングは頭脳と直接接続されているかのよう。人気ラリードライバーのケンブロック。ケンブロックが不慮の事故で急性した。彼の走りを足元で支えてきた東洋タイヤは、清水隆代表取締役社長 &CEO の名で追悼メッセージを発表している。2016年に同社はケンブロックと さらには、所属先の米風二ンレーシングディビジョンと、パートナーシップ契約を結び、ネット時代の新しい自動車文化を広める活動を続けてきた、清水隆社長からのメッセージ、まだ走ったことのない道も果敢に挑戦していく同士の、姿勢に私たちは常に共感と尊敬心を抱き、 パートナーであることを誇りとしてきました。私たちはその卓越したドライビングテクニックはもとより、まるで同志の頭脳と直接接続されているかのように、振る舞うマシンの極限的なパフォーマンスにいつも魅了されてきました。情熱的な方向を上げながら、新自然とした美しさをまとった走りは同志そのものであり、 私たちの脳裏に深く刻まれ、無二の司法として永遠に記憶されることでしょう。私たち豊タイヤの友人である、親愛なるケンブロック氏の数々の挑戦に深く敬意を、表するとともにこれまでの功績を忍び、謹んで心よりご冥福をお祈り申し上げます。ケンブロックはフラッグシップタイヤ、プロクンズの、 ブランドアンバサダーを務めたほか、トヨタイヤズブランドの持つ世界観を、表現するグローバルブランドアンバサダーとして、様々なパフォーマンスを披露してきた。1月13日に千葉県幕張メッセで、開幕する東京オートサロン2023の同社ブースでは、彼が最新映像作品で操った EV モンスターマシン、 アウディ S1 風ニトロンを展示するという。